やる気スイッチ君のはどこにあるんだろう。あいざま高校男子バレーボールこんにちは。ソロヤンゲームズでさーしゃーということで本日も、フォールガイズ、プレイしていきたいと思います。早速ね、もうやっていこう、プレイ。はい、ということで、ファーストラウンド、こちらスピンレースやっていきたいと思います。今日はちょっとね、雑談多めで、やっていこうかな。先ほどね、まあ僕のインスタグラムフォローしてくれてる方はわかると思うんですけど、かの有名な朝倉未来選手と、ついに、スパーリングを、やってきました。はい。多分ね、過去一、半端じゃなく、見応えのある、凄まじい、殴り合いを、することができたのではないかなと。思っております。ちなみに、サオヤンね、今ね、サングラスとかかけてるけど、結構ね、顔ね、傷多めになっております。はい。朝倉未来選手もね、しっかりとね、傷は、残しました、サオヤンも。もちろん。ってことでね、皆さんね、楽しみにして、待っていただければと思います。ちなみに、半端じゃない一発をね、まあ、食らうこともありましたし、やはりね、格闘技の、凄さ、それはね、やっぱりね、すごいよ、格闘家は。格闘家、マジですごい。で、このフォールガイズってゲーム、なんか格闘技みたいなもん、本当に。結局俺はそれを言いたくて、フォールガイズはマジで格闘ゲー。はい、ということで、本日も、ね、決勝優勝できるように頑張っていきたいと思うんで、最後までご視聴よろしくお願いいたします。しゃはい、では第2ラウンドは溜め込み合戦、クソゲーですね。とにかくね、自分の陣地にボールを3つキープできれば、確実勝利は、つかめるんで、まずはボールを3つキープするところから始めたい。まさかのゼロ。まさかのゼロ。さあさあ、いいね。これがいい感じ入ってきてる。いい感じ、ナイス。ナイス。この横から行こう。横から行こう。横からみんなで押そう。ちょっと待って、そういうことじゃない。まだ2個しかないから、もう1個入れる必要がある。もう1個入れる必要があって、赤、待って、赤に、めちゃくちゃ入ってしまっている。ちょっと待って、これはもういい。こいつは捨てて、とにかく、こいつをいただきたい。こいつをいただいて、あ、いいね、いい感じ、青の方いった。さあさあ、あとは、はい、あそこの防衛が始まります。ナイス、ナイス、ナイス、防衛しろ、防衛、オッケー、オッケー。ここ防衛さえ、オッケー、奥に押し込んで、はい、素晴らしい防衛。はい、あとは防衛するだけ、守ればいい。ここでしっかり見張っといて、こう来るから、待て、防衛、OK、ナイス防衛、OK、今の素晴らしい防衛した。素晴らしい防衛を果たした。おら、よーし、押し込んだ。こういうことをね、欠かさずやっとけば大丈夫。よし。さあ、あとは守ればいい。ここの、こっから出やすいから、ここを守れば、間違いなく負けることはない。さあ、4個もある。うん、まあ、赤を狙った方がいいんじゃない？青を狙ってもしょうがないよ、皆さん。赤を狙って赤を蹴落とすことをやった方がいいと思いますけどね。さ、左から来そうだね。左から来そうだね。左を。あ、お、もう一個来た。強っ。青強っ、マジで。さあ、防衛、6個。圧勝なんですけれども。はい、これですよ、立ち回り。次。はい、次はじゃあ第2ラウンド、パーフェクトマッチやっていきたいと思います。なんかね、TikTok でね、なんか、なんか5日前と比べて、なんかちゃんと、このタイルを覚えるようになったみたいなね、動画が上がってたんですけど、別にそんなことはなくて、まあ、たまたま、覚える必要ないんだよ、本当にこのゲーム。覚える必要は本当にないんだけど、今、ほんと、喋ってる最中、全く覚えてなかった。だからここだよ、多分。ほら。自信満々にこう来てるから、ここは間違いない。ほら。はい、オッケー。なんで2人落ちた？なんで2人落ちた？こうやってね、万が一のために、やっぱ覚えとくっていうのは、まあ、一種策としてありかな。はい。リンゴ、バナナ、ブドウ。ここ、バナナ、あ、ブドウ、オレンジ、ブドウ、オレンジ、バナナ、リンゴ。ブドウ、オレンジ、バナナ、リンゴ。ブドウ、オレンジ、バナナ。ここですね。はい、オッケー。ブドウ、オレンジ、バナナ、リンゴのここはバナナです。はい、オッケー。はい、オッケーです。さあ、次行こう。リンゴ、あ、ここいいね。サクランボ、ブドウ、バナナ。サクランボ、待って、回しちゃいけないんだよ。サクランボ、リンゴ、オレンジ、バナナ。サクランボ、リンゴ、オレンジ、バナナ。サクランボ、リンゴ、オレンジ、バナナ、ブドウ。サクランボ、リンゴ、オレンジ、バナナ、ブドウ。サクランボ、リンゴ、オレンジ、バナナ、ブドウ。サクランボ、ここじゃん。ここサクランボする、絶対。サクランボ、リンゴ。あぶね。ちょ、やめろ、マジで。どうしようもないな、こういう押すやつは。死んでくれ、ほんとに。吹き飛ばしといた。シャー次。さあ、次、第3ラウンドは、大玉転がし、ロックンロールやっていきたいと思います。これもね、
うん、渡り切った後の本当に、ポイントがあって、いかに相手に邪魔するかっていうのが結構重要。で、この3人で意外といけるんだよね。はい。いや、全然いけてない。全然。ちょっと待って。何やってんの？なんであいつはさっき2人行った？全然押せないし。人少なすぎて全く押せてないんだよね。本当に良くない、あの2人。なんで捨てた？なんで勝負捨てたの？さあ、行け。押せ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 。さあ、頑張って押そう。頑張って押そう。やばい。俺が邪魔してる。俺が邪魔してて。さあここガツッと、さあまだ 30%、 まあビリ説濃厚だなこれ。さあここ避けて、ここ避けたい、ここ避けて、でこっち行って、まだ諦めない。勝負は最後まで分かんないから。はいはいはい。さあ邪魔してくれてるかな、青。青の方邪魔してくれてるのかな。邪魔してくれてると祈りたいけど、全く邪魔できてない気がする。さあ行け行け行け、赤行くぞ。こっから大逆転、こっから大逆転劇、こっから大逆転劇。いいぞ、赤が邪魔してる。いい感じいい感じ。ワープをしたのは意味がわからんて！ワープされたら戦えないから！はい、式の試合第1ラウンド、脳なしの、メンバーが2人ほどいて、やつらがね、わけわからずね、前へとりあえず突っ走って、まずは球を転がさなきゃ勝ちは見えないっていうゲームにかかわらず、それをやることをやめて、うん、何もせずにひたすら前走ってせいで、負けた。もう全く俺個人の実力じゃどうにもならないとこで負けてしまった。非常に悔しい。まあてことでね、もう一回切り替えて切り替えて、頑張っていきたい。さあ行こうか。さあここここ、はい通った。はい天才。ここをすぐ通れるのはもう才能でしかないんだけど、こっち一回避けて、でこっち一回避けていけると、はいオッケー。でこうぐっがっつり一気に、ちょ待って、あいつに変に押された。まあ、ここはもう慌てずに行けばいいんだよ。全然全然 OK。 はい OK。 はい17位 OK。 次行こう、すぐ次。はい、続きましてまたしても溜め込み合戦。まあこれは得意中の得意のゲームなんで、唯一チーム戦で俺が結果を残せるゲームといっても過言ではない。さあということで、まずはこの赤を1個奪っていきたいところだった。 OKOK。 さあさあこれを、できれば、黄色に入れたい。さあこれをまず的確に入れよう。的確に的確に俺はこっから入れていく。こっからこっちに。やべ、俺が先犯だわ、俺完全に。完全に俺が先犯で、これ。こっちの球の方が狙いやすいな。いいね。いい弾き返しをして、こっこでバッツンってこっち入れ込む。は？あいつ賢いな、あの赤。あの赤完全に賢いな。よしよし。よし、入れ込んだ。さあ、3つ入れた。あとは防衛。防衛するだけ。さあ、ここに俺がいる。ここに俺がいて。いった。いや強い。待って、防衛全くできなかった。ただ俺はまだまだ4つある。1回あれはもう捨てて、もう1回防衛に徹する。もう1回防衛に徹することが大事。絶対来るから、こっちに絶対こっちに来るから、しっかりそれヘリングで。待って、向こう行ってる。やばい、向こうのが守備がちょっと、おらおりゃ、よし、これは仕事をした。これは待って、やばい。2個守ろう。2個きちんと守ろう。 OK、 勝てる。よいしょー、勝ち。よし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 、危ねえ。次、はい、いきましょう。ジャンプクラブもう超得意、超得意。これジャンプして避けるゲームは得意中の得意。マジこれ邪魔なんだよね、ただそこだけが問題で。でこれ緑の方の棒の方が、回転が実は早いんで、まあそこをちゃんとね見計らってやっていけば、何ら問題ない。てか待って、めっちゃチートしてるやつ一人いるんだけど。さあさあさあ、なんか今流されてるやつ一人いたやろ。まあだったら俺プレステやってるからさ、チーターってのねいないんだよね実は。うん、嬉しいことに。だからまあ安心してプレイできる環境にはいる。はい、で次も、ちょっと待って、これもうちょい動いた方がいい。もうちょい動いた方がよくて。で、ここら辺。オッケー。危なかったね、今。よし、ここら辺にくぐって、オッケー。ここ。もうちょい早く行って、そしたら大丈夫。ここ。オッケー。で、これはちょっと、ずれ込んだ方が良さそう。ずれ込んで飛ぶ。危ねえ。ちょっと今、すね多分。はい、クリアー。シャー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 。ちゃんと見えてる。ちゃんと見えてる。次。はい、次は第4ラウンドからブロックパーティー。もう少人数のブロックパーティーは結構簡単。うん、基礎に忠実に立ち回れば、確実にクリアできる。だからこういうね、わけわかんない掴みをしてくるアホがいるから、そういうやつにはあんま構わずに、己との戦いにちゃんと打ち勝てれば、全然勝てると。これね、わけのわかんない掴みをしてくるね、アホがいるんだよな。
ほんとに。さあ、すぐこっち行く。す。ほんと邪魔。ほんとに邪魔、こいつら。はいはいはい。で、こっち行って。で、すぐこっち行く。オッケーオッケーオッケー。で、すぐ左また行く。オッケーオッケーオッケー。あのね、大事なのは先を見る力ね、このゲーム。うん、本当に、あの、一瞬一瞬を大事にして、先を見越す。先を見越して行動する。うん、全然慌てる必要はないんだよ。はい、一番左行く。はい、オッケー。丁寧に、丁寧に。着実、着実に行く。さあ、ここで押されるやつは絶対いて。さあ、ジャンプエリア突入、ジャンプエリア突入でございます。さあ、ジャンプエリアです。ジャンプエリアも、あ、一人落ちてったね、今。一人、謎に落ちてって。ただ、ここで足の引っ張り合いを始めると、間違いなく負ける。だから、ここで落ち着いて、足の引っ張り合いをせずに、安全に、安心に、立ち回っていく必要がある。さあ、2、こっち、切り替えて、うん、とにかく、こういうことになると、クソ、マジで!はぁ!はい、ということで、またしても敷き足、ファーストラウンド、シーソーゲーム。シーソーゲームっていうのこれ。シーソーゲームでよかったの名称。はい、やばい。急激に落ちてた。急激に落ちてったけど、そんなことはお構いなしに俺は突き進む。はい、完璧。この最初の、うん、波に飲まれずに行けたことが、何よりも強い。さあ、ここで降りて、ここにもしっかり登っていくと。はい、ジャンプあんま必要ないんですよね、シーソーゲーム。みんな結構ジャンプするんだけど、何度も言うけどジャンプは必要なくて、大事なのは、うん、他人が行かない道を行く。それが大事。このようにね、紫上がるから、で、ここでちゃんと乗れると。はい。で、ここは乗れないんだよね。はい、こういうことも、世の中にあると。はい。今、ジャンプいらないとか言ったけど、やっぱちょっとはいる。ちょっとはいる。ちょっとさっきの発言、ちょっとテック、テック。落ち着けー。まあ、まだ言うて2回しか落ちないから。言うてね。一回紫に切り替えて、で、青行って、で、ここで、ちょっと待たないと。あ、OK、上がった。OK、OK、OK。全然いける。全然余裕。ジャンゼリ余裕。マジで。ジャンゼリ余裕で、ここもジャンプせずに行って、ジャンプしない縛りで、シーソーゲームやってみたっても、今度やってもいいかもね。企画としては。お前が乗るから貴様みたいなアホが乗るから落ちんだろ、こらカーが、もう、タコがマジで。こっちは絶対、オレンジ行った方が絶対得しとこう。待って、紫やばい。あれ行ったら死ぬ。ほら。はい、ここ。今だね、今の完全に。タイミング完全に掴んだ。さあ、一回こっち下ろしてから、こっち行くと。はい、完璧。よっしゃ、仲良し恋し同じ。はい、待って。仲良く行こうよ。仲良く行こうよ、一緒に。同じスキンでゴール。シャッ。はい、てことで、第2ラウンドエッグスクランブルね。うん、卵を取り合うゲーム。うん、非常にね、ゲームの趣旨として面白いな。喧嘩し、まあ、とにかく、俺はこの普通の卵をとにかくまず入れていく。これ、チリも積もれば山となる作戦でいく。ナイス。ごめん、間違えた。よし、このね、この1個、この1個が、後々勝敗を分ける。さあ、金の卵を取ろうとしてる輩が1人いたけど、まあ、そいつはほっといて、俺はとにかく、この普通の卵を取りに行きたい。ナイス!さあさあさあ、俺運んでるよ。よっしゃ、いけ。ぶっ込め。オッケー、ぶっ込まれた。しっかりぶっ込まれた。よし、これ取る。オッケー。これ任せろ。オッケー。よし。よ、19個。オッケー。いけるっしょ。これいけるっしょ。これいけだべ。いいね、黄色。黄色がいい。はい、お前無理。はい、無理。はい、無理でーす。はい、俺が取る。はい。はい、このようにして、ジャンプすることによって。うわ、金の卵取られた。金の卵取ったやつ誰だ、マジで。絶対許さない。これ、金の卵取ったやつ、ほんと許さない。俺がもう一回戻す。ジャンプすることによって。やばい、赤の陣地入っちゃった。ただ黄色20個。お前絶対許さない。無理。はい、オッケー。奴隷行く。やめろよ。ただこうやってジャンプすることによって、ただ黄色は25。これはいけるべ。待って、赤がよし、赤絶対させない。よし、いけ。いいぞ。はい、無理。お前無理。いけ。よし、いったオッケー。
行きましたね、これ完全に。え、まあ、ドリブルしたやつ、このドリブルのチートどうやってやるの、このドリブルチート。ドリブルはずるくないか、運べよちゃんと。お前モンスターハンターでも卵ドリブルしたら割れるぞ。ああ、はい、オッケー、今のシュート、こう捕まれた瞬間ジャンプすることによって、直接ゴールしゃ。はい、てことで、第3ラウンドかな、フルーツパニック。うん、運ゲー中の運ゲーなんだけど、とにかく、うん、最初のフルーツに当たらないことが命。このようにね、端っこを走る、端っこを走らないと絶対にフルーツに当たる。本当に問答無用で、問答無用で当たるから、とにかく端っこ、まあ、まあこれはいい、この返しによって、ちょっと止められるから、うん、そんなに大きく後ろには後退しないってことで、ここしつこい登りきりだ、 OK。 はい、もうこれほぼいった、これほぼいった案件、ほぼいった案件でございます、これは。よし、 OK、OKOK、ここまで来れば大丈夫。よーし、勝ち。よし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 、さっ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 。次はですね、こちらの、フォールボールとですね、サッカーの、ゲームですね、やっていきたいと思うわけであります。こちらの、ゲーム、数的、有利なチームが、勝つわけで、あります。ヘーリングを、しつこく、かましった上で、シュートを、決めていきたいと思います。私は、とりあえずまず守備に、徹して、頑張っていきたいと思います。クリアしたいと思います。さあ、OKOKOK、クリア、したわけであります。次は私、キーパーを、しっかりやって、チームを、勝利に導きたいと思ってるわけであります。こんな感じで、チームがどんどん、勝って、得点が入っていくわけであります。このようにしてね、勝って、2点目が入っていくわけであります。ヘリング失敗してるわけであります。ただここで私がヘリングで、クリアするわけであります。こちらも、クリアするわけであります。このようにして、弾き返すわけであります。さあ頑張れ、お前らちょ、マジ早く頑張れ、本当に。ちゃんとやれ。よし、このクリアはでかい。こういう守備、こういう守備が大事。俺もう学習したもん、本当にこのゲーム。ただもう昨日ちょっとかわいそうで、やっぱ数的不利はね、正直でかいよ。うん、ロングシュート決めたろうかな、本当に。こっからロングシュート、うん、声だけよかった今。ナイスナイス。いやーちょっとね、多分エースストライカー、クリスチャーノ・ロナウドが紛れ込んでる、このゲームに今。さあ、ここでヘリング待ち、ヘリング待ちです。ほっ、うわー、素晴らしいゴールが入ってくる。サワヤンのヘリングが炸裂した、今。サワヤンの凄まじいヘリングが炸裂した。もう 6-0 で負けるわけがない。負けるわけがないんだよね、シンプルに考えて。こっから。こっから、どうやって負けるのってこと。うん。結局、このゲームは神ゲー。うん。最後ヘリング待ち、ヘリング待ちいきます。ヘリング、うわりゃ、突っ込め。とりあえず向こうの岸に、渡しとけば大丈夫。さあ、そして俺は守備に徹底する、守備に、徹底するわけであります。そして、安倍晋三が、戻ってくるわけであります。このように、守備を、守ってやってくれるわけであります。ここでもう守備がいるんで、私は攻めに徹するわけであります。このように、攻めに徹するわけであります。あ、空振るわけであります。さ、よし、こっちに多分来るんで、こっちに来るんで、ここ押し込む、押し込ませろ、最後の1点ぐらい。さあ、ということで 7-0、 はい、圧勝。もうバルセロナ対バイエルよりも、ひどい結果になりましたね、これは。しゃあ、よっしゃっちょ、ってことで、この最後のスタジオが、この、止まるの、くかんでね、モノマネしながら走れば、雑多に語ることをせんじて、私は走ってこ、あ、スタッツァ、スタッツァが走る、スタッツァが走る、全然モノマネ似てないけど、走る、さあ、走って、走って、こっち行く、こっち行って、こっち行く、さあ、こっち、ギリ、よし、さあ、ここ落とさらないように、真ん中早めに開けて、ちょっとモノマネもうやめる、モノマネはもうやめて、あ、やばい、それは、お前、それやばいよ、やってる。やってるね、危ね。よし、ギリ耐えた。ここ耐えたの、だいぶでかい。飛んで飛ぶ。よし。で、あとは、このように。もう前回練習したから、反省したから、俺。あぶね。よし。耐えた。さあ、ここ早めに、ここ早めに俺が行く。さあ、どんまーい。さあ、落ちろ、お前。よし、落ちた。落として、あとは耐える。なんでさ、ジャンプ効かなくなるの、本当に嫌い、このゲーム。本当に嫌いだわ。ただ、ここで俺は、己と戦いを始める。静かに。誰も邪魔されずに。もう、静かに戦う。
誰も来なくていいんだよね、本当に。誰も来ないでくれ、頼むから。ぶな、やばい、向こうから来てる。早めに回り込もう。よし、回り込んで、さあ真ん中ちょっと落としてって、さあここも俺が落としてくる、こいつらを。さあこいつ落として、やばい、そこ取られたらやばい。惜しい、マジで。あと2人だったよ、クソが。マジで、はい、仕切り直し、仕切り直しでございます。先ほどはわけのわかんないモノマネをやりながら、ふざけて、真っ向勝負に臨まなかったことを、視聴者の皆さんには深くお詫び申し上げます。ということで切り替えて、まあ原点に帰って、沢井のね、本来のプレイスタイルである、死に物狂いで戦う姿をね、初見を、あ、なんですか、初心を忘れずに。いや今日やっぱりね、ちょっとね、朝倉未来さんにね、ちょっとやっぱ頭ぶん殴られたから、ちょっとね、まだね、なんか何を自分で言ってるかね、ちょっと分かんなくなっちゃってんだよね。うん、正直ね、しょうがない、これは。多少の後遺症が残ってる。まあ、ただそんなことは気にしてられなくて、この横からね、端っこから登っていけば絶対に当たらないんで、はい、当たりません。はい、ってことで、一桁順位しっかり獲得でございます。はい、OK、 次、しゃ、はい、続きまして、スピンレースに、レース続きだったから、もう負けるわけがないんだよね。はい、ってことで走っていきまーす。早めにこのカーブの方向性を理解して走っていく。 OK、 はい、ほぼ1位、ほぼ1位、なんならもう1位。早っ。うー、なかなかやるな、こいつ。なかなかいい立ち回りするけど、まあこっからが俺の見せ場。よーし、上位勢に完全に食い込んでる。まあこれですよ、うまい立ち。だる、やばい、危ない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 。だから何やってんの、腹立つマジで今の。危な、はい、ゴール。よーし、危な、マジで見分かんない、何なのあれ。はい、続きまして尻尾にですね、はい、尻尾にやっていきたいと思います。さあ尻尾をつかまれないことを、意識しては立ち回っていきたい。さあ今ちょっと俺のそんは手どんだけ長いのマジで今の。まあいいや、これ結局終盤尻尾、終盤尻尾が手に入れば全然勝ちゲーなんで、はい、オッケー、はい、オッケーです。はい、あとは外を走って逃げればいいだけの話。速くないか、なんかみんなニトロつけてる、本当にそういう話になってくるよ、これ。俺こいつ狙う、俺こいつ狙うから絶対。さあどっち来る、お前、俺こっちから行くわ。はい、オッケー。なんでだから手が投げんだよ。オッケー。いやー、よくわかんねえこのゲーム、本当に。ただ俺は勝負を捨てない。まあ一回切り替えよう、一回切り替えて、ここら辺真ん中ら辺すごいやば。あ、こいつ狙いを定める俺は。あ、もう一人いるな。さああと28秒あるんだけど、コインコース入って、インコース入れば、よし、こいつ、はい、来た、はい、オッケー、はい、狙い通り。あとは逃げる、あとはここに、登って、これで待っとけばいい。でこっち逃げる、はい、オッケー、あと8秒。やばい、よし、クリア。危ねえ危ねえ、マジ集中してた今、危ねえ。しゃ、さあまた来ました、ファイナルラウンド、止まるだけ危険、今度こそ勝つ、いきます。さあ先に落ちる、これは落ちて、まあ、ここできる限りちょっと粘っていきたいんだけど、オッケー。いやー、そっち落ちるか、こいつ俺の後ろついてきてるから多分落ちる、やばい。俺、まあこれは先に落ちて、こっから、こっから粘りたい、こっから粘りたいね。こっから真ん中を掘りながら、真ん中を掘りながら、突き進んでいく。
まあいい、ここ、うわっ、いや、まあめっちゃ落とされた。もうこうなるとほぼ無理、こうなるとほぼ無理案件になってきて、まあここジャンプしてここまで、こっち渡っていけば、ワンチャン一気にみんな落ちてくんないかなっていう話になってくる。ただこう来るでしょ、でこう、こう全落ちる、つまんな、もう二度とやんない、終わり。はい、ってことで、本日2回も決勝に駒を進めたものの、あの、止まるのは危険とかっていうのも、本当にあのね、ファイナルのゲームの中で一番嫌いなの。一番ゲーだし、本当になんか変なやつ邪魔されて、なんかもう自分ではどうにもならないような展開になっちゃうんで、もうちょっと申し訳ないんですけど、あれは勝てません。ということで、明日ね、予告した通り、1位取るまで、終われないフォールガイズ。ライブ、夜のね、20時からやるんでね、ぜひお見逃しなよろしくお願いいたします。ということで本日もね、デスタイボックス、第2弾引いていきたいと思います。本日のデスタは抽選、はい、いただきました、976番。はい、いただきました、東富総合高校の皆さん、おめでとうございます。次回はね、トートミ高校を呼ばさせていただくんでね、お皆さんよろしくお願いいたします。ということで本日もね、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また明日の、フォールガイザー YouTube ライブ20時からになっておりますので、そちらでお会いしましょう。わー